昨日の試合でバルドナードが肩作る必要あるんか？特に山川の獲得でアンチを増やした感がある。契約後には球界のレジェンドでもある球団の大貞治会長が野球で生きていける力のある人が、その世界で生きられないことはあってはいけない。山川は社会的な制裁を受け、本人も反省している。挽回のチャンスは与えるべきだとコメントしたが、ただ戦力として取っただけなどと炎上したほどだ。また、山川の人的保障としてベテラン左腕の和田武がプロテクト漏れしていたのではないかと批判も集まった。結果的に2018年ドラフト1位の甲斐の大が移籍することになったが、前年は女性スキャンダルによって出場停止処分となり、ほぼ全休となった選手を獲得するために、球団の功労者を放出するのか？とファンの怒りを買った。ソフトバンクと楽天は毎年失速するから問題ない。10年くらい前からはそうだな。特にサファテとか他球団の助っ人を集め始めたくらいからかね。パリーグはつまんないから見てないわ。さよなら負けで12連敗させたヒゲはエンターテナーやったな。興味がなくなればアンチすら湧かない。近藤と山川は最高の補強。金出さないと九州まで来てくれないから金を出すのは仕方ないよ。首都圏にあるわけじゃないからな。スタメン野手8人のうち丸以外は全員生え抜きという。巨人らしからぬ構成になる日もある。ご視聴ありがとうございました。